皆さんはじめまして、まったり猫さんことまた猫さんと申します。放射線治療に関する様々なテーマを少しずつ解説するチャンネルをあなたに解説しました。がん治療の一つでありながら、いまいち知名度が高くない放射線治療について皆さんに知ってもらえるきっかけになれば幸いです。なお、このチャンネルでは私が独自に調べた内容についてお話ししています。中には事実と若干異なる点や考察の甘い点などもあるかと思いますが、あくまで個人の意見解釈として参考程度に見てもらえればと思います。またこのチャンネルではできるだけ放射線治療における技術的な側面にフォーカスして解説していきたいと思っています。放射線治療という治療法を無責任に進めたり、または貶めたりする意図は全くなく、ただそういう治療法があるんだという事実のみを紹介させていただけたらと思います。もし視聴者様の中に放射線治療を必要とされている方、もしくはその家族がいらっしゃっても、ここでの情報は参考にとどめ、医師や医療者の指示に従って正しく治療を行っていただけたらと思います。もし不快に思われる方がいましたら、何も言わずにポッとチャンネルを閉じていただけたらと思います。それではよろしくお願いいたします。記念すべき第1回目のテーマはこちら、てて放射線治療とは。1回目っぽいタイトルですね。そうですね、皆さん、放射線治療はご存知でしょうか。放射線治療とは、放射線を使ってがんを治療する治療法のことです。放射線と聞くとなんとなく原発や爆弾のイメージがあって、あまり良い印象を持ってない方も多いと思います。しかし体への負担は比較的少なく、適用も多い非常に重要な治療法なのです。がんの治療は代表的なもので3つあります。1つ目が外科的療法、手術のことです。2つ目が化学療法、抗がん剤のことです。そして3つ目が放射線治療です。放射線治療は比較的早期のがんで、腫瘍が極細している場合に多く適用となる局所療法です。これらはそれぞれ単独で行われることもあるし、組み合わせて行われることもあります。手術と異なり、患部を切除しないので、体の機能や形態を温存することが可能です。一方で局所療法なので、全身に転移している場合などには、化学療法などの全身療法が必要になります。放射線治療では放射線を患部に当てることにより、治療を行います。そもそも癌とは、もともとは正常な体の組織であったけれども、DNA の異常により正常な機能が果たせなくなった細胞を言います。がんが発生する部位によって分類されており、上皮細胞から発生するものをがん種、骨や筋肉から発生するものを肉種と言います。そしてがん種と肉種を合わせてがん（悪性腫瘍）と言います。またがん細胞が上皮の表面を覆っていて、上皮内にとどまっているものを上皮内新生物と言います。悪性腫瘍の特徴として、無制限な増殖を繰り返すこと、マラリア離れた別の臓器に移ったりすること、また体の栄養分を奪い、衰弱させることがあります。これなら放っておくとどんどん増殖し、転移し、栄養分を奪っていくため、体内から取り除く治療が必要になるのです。放射線とは、高いエネルギーを持った粒子や電磁波のことで、他の物質と衝突して電離を起こす能力を持つものを言います。一応、紫外線や可視光など電離作用を持たないものも非電離放射線と言ったりしますが、ここでは電離作用を持つものを放射線と呼ぶことにします。放射線として扱う電離波には X 線とガンマ線があって、 X 線は原子から、ガンマ線は原子核から生じるものを言います。また加速器を用いて高速に加速された粒子は全て電離能力を持ちますが、医療用に使われるのは主に中性子、電子、陽子、炭素です。この世のすべての物質は分子からなり、分子は原子の集合体で、原子は電子と原子核からなります。さらに原子核の中には陽子と中性子が入っており、原子の性質はこの陽子と中性子の数で決まります。強い放射線が物質、すなわち原子に当たると、電子を弾き飛ばしたり、エネルギーが原子に吸収されたりします。すると原子の持つ性質がガラリ、分子に影響を及ぼし、その影響は物質に現れることになります。放射線が人体に影響を及ぼす作用には2種類あると考えられています。
放射線のエネルギーが人体に吸収され、その際に飛び出した二次電子が人体と相互作用する場合、これを直接作用と言います。一方、放射線が体内の水を分解し、生じたラジカルが人体と相互作用して影響を及ぼす場合もあります。こちらを間接作用と言います。直接作用と間接作用のどちらが多く起きやすいかは、用いる放射線の種類によって変わります。他にも様々な状況により放射線の作用や影響を受けますが、いずれにせよ、がん細胞の DNA に放射線が傷を与えることにより、がん細胞の分裂を阻害し、がんを治療することになります。ここまでをまとめると、放射線を使ってがんを治療する方法を放射線治療と言います。治療に用いる放射線は X 線、電子線、ガンマ線、陽子線、炭素線などが用いられます。放射線が直接作用もしくは間接作用のいずれかにより、がんの DNA に損傷を与え、がんの増殖を止めることで治療効果を得ます。がんの種類によっては放射線が効きにくい場合などがあるため、万能ではありませんが、適用範囲の広い治療法です。現在広く行われている放射線治療は X 線を用いています。そして治療用の X 線は VIAC と呼ばれる加速器で作っています。 VIAC は日本語では線形加速器といい、電子を加速し X 線を発生させます。 X 線は基本的に照射された部位のみに影響を与えると考えられていますので、X 線をがんの形に合わせて照射することで、正常な組織への影響や再表現にすることができます。 VIAC は今では多くの大きな病院に導入されており、必要に応じて治療を受けることができます。基本的に放射線治療を受ける場合でも、まずは内科や外科を受診することになると思います。そこで放射線治療の適用がありそうであれば、放射線治療科に紹介されます。その日に突然治療が始まることはありませんし、嫌なら拒否することもできます。放射線という日本では正直あまりイメージの良くないものを使う治療法ではありますが、体への負担も比較的少なく、効果も高い、非常に素晴らしい治療法だと思います。治療技術自体も年々進化しており、今後ますます重要になってくると思われます。放射線という言葉だけで変に敵がいせず、そういった治療法もあると知っておくのが重要と思います。今回の動画は以上になります。このチャンネルではこんな感じで放射線治療に関する様々なテーマを少しずつまったりと紹介していく予定です。冒頭でも述べた通り、このチャンネルではこの治療法を無責任に進めたり、逆に貶めたりする意図は全くなく、ただこの素晴らしい治療法をより多くの人に知ってもらいたいという気持ちだけで作っています。この活動を応援していただける方がいましたら、ぜひともチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。